シノさん半分映ってる。ララ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 ラ今でも僕は思い出すのさ、あの頃のこと、あの日の人、僕と同じ学生だった。国のためと死んでいった。君は若くたくましく短い命だったが、幻の翼とともに炎の中に消えてしまった。こんばんは。こんばんは。皆さん、これは見えているんですかね。っていうか、それどっちの画面が、これが見えているかどうか、僕は全然自信がないないままに放送しているので、パチパチパチとか言っていただいているというのはなんか見えてるんですね。あの、今日はですね、ちょっとあのプロデューサーのご都合によりですね、あの、茅ヶ崎コミュニティチャンネル、あ、じゃないや、茅ヶ崎ぼちぼちコミュニティからお送りしているのでですね、ありがとうございます。で、あの、だから、なんだ、技術的にはよくわからない状態になっているので、で、その、普通はこの辺にいるはずのトモピーが今日は出てます。よろしくお願いします。これはね、最初からね出てる。小画面の出し方がわからない。あの、もしかしたら出ないのかもしれない。あの、このソフトでは僕は理解できないのでですね、カメラ位置あってね、この見えてるんじゃないですかね、これが入ってるからね。はい、こんな感じでですね、お送りいたします。今夜も、はい、あの頃系音楽談義です。こんばんは。よかったですね、でも始められてね。いや、もう一時はどうなるかと思いましたね。なんか俺もなんか今日いいんじゃねとか思ってたから、ね、ちゃんと見えてますってくれてます。 本当ですか、ありがとうございます。見えてますかね。見えてますってくれてます。あざーす、あざーす。いや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 、どうなるかと思いましたけどね。そうですね、浅田真央だよ。ね、何でしたっけ、何でしょうそれ。浅田真央だよ。だから今日壊れてる。壊れてない、壊れてない。ちょっとね、いや、いつもじゃないの。いや、今日結構あの先進んでる気がする。僕たちお酒が美味しいだけだから。4歩ぐらい先を行ってる気がするね、今日は。なんか、ね、4歩。今日も暑かったでしょ。すごい暑かったから、もう頭がやられちゃったの、もう暑くて。今日僕はあの箱根の山の中で雨に打たれてきましたけどね。暑かったでしょ、箱根も。箱根はもうウルトラ寒いですね。え、今日も行ってたの。ちょっといわゆるその下見みたいなもんですね。てか、なんでそのテントをまず置きに行くんですよ、一回。うん、てか、なんで行ったか行かないと、言わないと。あの、明日からですね、そう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 、金土日とね、うん、あの、箱根ブルーグラスフェスティバル。いらっしゃいませ。っていうのがまあ始まるわけですよ。いらっしゃいませ、こんばんは。で、まあ、その、フェスティバルに僕はですね、あの、明日ビールを持って行商に行くのでね。そうですよね。ルービーをね、売りに。そうそうそう。リクエストして良い？おー、NG システムって何ですか。分かってません。 NG システムって分かってますか。何それ。 NG システムって分かってますか。何だろう、 NG システム。いや、リクエストして良い。なんか先もったんじゃない。なんか先なんかあったよね。いいですよ、いいですよ、いいですよ。だから先なんかあったよね。なんだっけ。うん、リクエスト来てますけど。なんだっけ。うん、誰かが風の中で、小原志文字なんだっけ。どこかで誰かが、違う、誰かがきっと待っていてくれる。うん、うん、うん、ちょっと待って、今は川は流れ、川はなんだっけ、覚えてないわ、さすが歌手。違う、やっぱ今日はトラブルがあったから。いてくれる。今日のテーマはあって、今日のテーマ暑かったからね。今日のテーマね、だから僕今まさに帰ってきたんですよ、箱根からね。そうなんだ、そうそうそう。
したらもうこの状態で動揺がね、そしたら藤川さんからのね、あの F プロデューサーさんからのその伝言でですね、今日は体調不良につきね、あの今点滴中であると。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。俺も点滴、これをもし見ていたらあのその点滴、あのそれ点滴じゃないか、俺の点滴はこれ、この点滴本当にあの違法ドラッグ並みに良くないと思うよ俺。大丈夫大丈夫、うん、俺違法ドラッグもやってるから。最近なんか名前変わったんだよね違法ドラッグ、名前何ちゅうんだっけ、合法ドラッグ、あ違う違う、危険な、なんだ、なんかそのなんか恥ずかしい名前にするみたいなさ、なんかあのお前さんの考えそうなそのちょっと間の抜けた考え方でさ、名前があってるのよね。それで今日のテーマは、うん、今日テーマなんかないでしょそんなもん。テーマなんかほらしゅんさん、あのね、一つ、うん、あ、はい、いいリクエスト来たよ、はい、箱根八里知らん。箱根八里の馬でもこすが違うでしょ。そんなもんはね、箱根の山は天下の剣韓国がものな。僕実はこの今日に至る前で考えてたことがあるのよ。このつまりあのね、もう成り行き任せで適当なこと言ってなんかぐちゃぐちゃなまま終わっていくわけじゃないですか。最後に慌ててなんかそのお客さんにね、サムシングファインコーナー流行らんかいって言われて慌ててやるの。で、早ぴょこちゃん呼べって呼んで、それでまあ一曲やって終わるみたいな。そうじゃなくてちゃんとね、あのなんだろう、その、やろうと。談議ろうと。いやいや、そう、談議ろう。そうそう。なれば今一曲目、例えばその、なぜその幻の翼ともにあったかね、いわゆるそのこういうふうに音楽にはこんな時代があったよねと、反戦方向の時代があってとかさ、そういう話をちゃんとしようと思ったわけですよ。いつから、今日から、いやいやいや、この間からね。あ、この間先週ほらリクエストにお答えできずにですね、反戦したっていう回があったじゃないですか。はいはいはい、 ね、ありましたね。それをさらに僕はさ反省してですね、もっとちゃんと音楽の話をしようよと、あ、そうなの、ね、そのわけのわからない話じゃなくて、いや別にわけは分かんなくてもいいと思うんだけど、いやいやいやだって、まあ、ほんでね、さっきなんかそのリクエスト時間流れてたの、何したっけ、時間そこどこ見たこと言われて、ここはですね、説明してあげてください。ここはここは、はい、茅ヶ崎の新、行っちゃうの、これを新栄町っていうところにあります、なんて説明するの、ライブハウスでいいのかしら、あの頃系の歌を歌えるライブハウス、はい、ありがとうございます。ぼっちぼっちというお店になります。はい、はい、あの茅ヶ崎にあるんですね、はい、あのこれあの一応世界中に配信してますからね。そうでしたね。今もしかしたらブラジルの人が見てるかもしれない。あ、じゃああの人みたいになんかブラジルの皆さんとかやる、今もしかしたらシベリアのなんかそのどっかでね出たシベリアシベリア好きだよね、しゅんさんね。あ、すんげえ髪の毛抜けたんだけど、ちょっと何やってんの、超髪の毛抜けちゃったんだけど、俺の大事な髪の毛もうマジやべえんだけど。ちょっと話元に戻すと、 そこのマスターですっていうところまで言っとかなきゃいけないでしょ。マイスターマイスターで、この人は誰、この酔っ払いは何者ですか。この酔っ払い全然関係ない人です。髪の毛切れちゃった。そのライブハウスの中に楽器店を何、はい、営んでます。営んでる、しゅんさんのおかげで僕は生きてられてるんです今。楽器店の店主です。そう、はい、サムシングファインというね、楽器なんですよね。サムシングファイン、はい、そうあの、まあ、いわゆるあれですよ、あのイオンの中のマクドナルドみたいなもんですね。そうですね、インストアショップ、インストアショップです。はいはい、はい、そういうふうにやってるんですけどね。テーマ夏の終わりにとかいかがですか。夏終わってないよ、まだ夏終わってない、まあ、全然暑い、ね、夏の終わりどんなんだっけな、夏の終わり、いやいや、テーマよ、テーマ、ね、今日の、あ、でもいいかもね、それね、テーマ、いきなり終わったからね、昨日急に終わったけど、昨日来週また夏来るんですよ。昨日僕潮騒行ったわけですよ。潮騒わかんないと思うよ、みんな。潮騒っていうのはね、あのサザンビーチの一番端っこにあるあの とてもラーメンの美味しいあのレストランがあるわけです、うん、レストランだよ、レストランだよ、食堂な感じね、ほったて小屋のレストランなんですけど、そこのとてもラーメンが美味しいわけですよ、うん、でそこのお母さんは普段当然、まあ、あの薄着してるわけで、暑いからね、うん、昨日ジャンパー着てましたからね。本当、赤いジャンパーは、あのもういわゆるいつもビキニだのね、どんなお母さんなの、違う、あの人じゃないのね、あの人じゃないのか、見たくない、勘違いした、ビキニの人一人もいないですけどね。勘違いした、ちょっともうそのぐらい寒かったです、ね、僕もジャンパー着てたぐらいだから。あ、本当、というかそもそも僕ほら、みちゃんもそうだけど、うん、ほらもうジーパン履いてるじゃないですか。違うジーパン履いてるけど、違うってね、違う、うん、何が違う、ジーパン履いてるけど、しゅんさん足元 B さんじゃないですか。そうだよね。ああ今日はあの濡れる前提なんですよ。箱根でテント設営するときに雨が降ってたらどうせ濡れるじゃない、うん、ほんでほらあの漁港の人なら長靴迷わず履くわけだけど、うん、今僕長靴出すの見たことあるから、もしかするとあれだよ、あの辺りだと昼とかに食べられちゃうよ。昼がいるんだよね、これいるよね、あの辺でミョンミョンミョンってやって、あれ痛いんだよ、もう痒いし、はい、でなんだっけ、さらばシベリア鉄道
なぜ締め切れちゃったよ。悲しみの裏側に何があるの。なんだっけ。もう孤独白い草原。不意に愛の意味を知る伝え。サムイッチよねえ、どちらさんのお歌？あの、これはだから大滝英一です。あ、ナイアガラね。大滝英一さん。大滝英一さん、海だけじゃないの。でも流行らしたのは、あの人が流行らしたよね。うん、太田裕美さんだっけ。太田裕美さんが、そう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 。ね、うん、そうだね。ねえ、そうそう、はい。これは今の歌詞は言うときますか、適当ですからね。あの、その歌詞は信じないように。まあ、多分聞いてる人は分かってると思いますよね。分かってるか、そうか、そうか。え、じゃあ。なんかでもさっきのさ、なんだっけ、夏の終わりにいかがですかって、あの何、何そのテーマ、夏の終わりの。なんか夏の思い出って、しゅんさん、なんか今まで究極の夏の思い出、まあ音楽絡めてもいいんだけど、例えばほら、ないのそういう。いや、絡めましょう。別に絡めない。音楽絡めないから、この番組何ですかっていう話だね。いや、別にいいじゃない、その、だからほら。音楽絡めて、僕、夏の思い出っていうのはね、なんだろうな。すごい急な無茶ぶり。あまりにもね。だってせっかくさリクエストしてくれてんだからさ、うん、夏のどんなやつ、どんなリクエスト。だ夏の終わりの思い出。じゃ夏の終わりのハーモニーでしょこれ。夏の終わりのハーモニー。ちょっとその下のテーマ、夏の終わりって書いてある。テーマね。憧れと昨日の争う声が君と僕の恋のハーモニー。夢も憧れもどこか違ってるけど、それが僕の恋のハーモニー。夜空をただただ星屑の間を揺れながら、これ揺れながら、今日これ意外とね、あの、うん、これ見てる人はあのこの曲好きな人多いと思うんですけど、うん、2人いるとね、うん、あの意外と簡単にコーラスできますから、この曲をぜひあの一人じゃできないよ、やっぱりね、コーラスは。一人でやるときは iPhone とかそういうののレコーダーを使ってやってみるのよ。あ、ハモリの練習の方法ってこと。そう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 、意外とね面白いですよ。今便利なの売ってるじゃん、ハーモナイザーみたいなのが。本当にそんなそんなご出すのもいらないから、うん、iPhone1 本あればそれでできる話だからさ。あ、そうなの。 iPhone とかそのいわゆるスマホ、うん、いや携帯でも多分録音できるじゃないですか、多分そのガラケーでも。自分の声録音すると気持ち悪い。いやいや、そんな話は別、それは別の話なんだ。朝だもん、だってそんなこと言ったらこれ録音したの後で聞いても気持ち悪いでしょ、この放送をさ。、うん、それは僕もそうです。だから人間自分の耳に聞こえてるのっていうのはほら骨も伝わって聞こえてるから、うん、違うのよ。うん、なんかみっちゃんやないかって、みっちゃんやないかってみっちゃんですけどね。みっちゃんやないか。こうしてあの画面を見てるとみっちゃん確かに頭はだいぶなんかその分け目が薄くなってきたよね。そうでしょ。うん、何の話急に。すごい切れたな。リクエスト来てます。リクエスト。毛抜けた、毛抜けた、毛抜けた。切れた瞬間ちょっとショックだったんだけど。まあ俺リクエスト、はい。一人ぼっちの部屋。高木さん？高木なんだっけ？なんていうの？今。そうそうそう。一人部屋の隅に、これほんオリジナル確かめっちゃゆっくりだよね。で今一人よ、抱いて眠る。ちょっと笑ったかいたの。つまびき、それは昨日なんだっけ、ごまかしちゃうかな。優しいささやき、ごまかしちゃう。
これがここは3オクターブくんのよな。あ、そうだっけ、うん、3オクターブやらなあかんね、これは大変。はは、高木まさみ、これは隠したぜ俺、今笑っちゃった。みっちゃん、みっちゃん頭皮心配されてる。まだ分け目を気にしてたんか。違う、でもね、分け目をずっと同じところでやると別にいいじゃないか、ハゲても。やだよ。別に僕なんかもどんどんこの生え際が上に行ってる気がしますけど、ね、生え際に寝返り打つ。違う、ごめんね、際に寝返り打っちゃダメだ。これはな、こういう展開を何とかしたくてですね、ちゃんともっと構成を考えて。だって打ち合わせしてないしね。そうだって打ち合わせしてない。今日はドタバタだったんだよ。思っていて今日は箱根行ってたので来週からそれ考えます。しゅんさんが箱根の途中、帰っての途中、俺だってまだ天ぷら食ってたんだから。来週から考えます。まだ30分前俺天ぷら食ってたんだ。まだ今これは風に吹かれていこう。山形澄子だって。あ、ごめん、それ知らん。知らんというか、山形澄子さんっていうのは風に吹かれてでいいんだよ。その、歌違うの？あ、違うよ。あれ山形さんでしょ、あれも。うん、でも違うんじゃない。なんか山形さんのなんかなかったこの辺にフライ。あ、これチャキミヤコさん。ああ、そうか。チャキミヤコ。チャキミヤコさんっていうのはピンクピクルスです。知ってますか？知らない。ピンクピクルス？つぶらやさんっていうほら、地元自衛隊。ウルトラマン。それはあのマラソンランナーっていうか、いや、つぶらや、マラソンの死んだ人ね。うーん、してある日走ったその後で、僕は静かに考えた。誰のために走るのか、痛い足を引きずって。これほら、要するに自殺してしまう。そんなことあんの？それがピンクピクルスの一人の道やったっけな、みたいな。へー、俺のさらにその歌でバカッと流行ったんですけど、その前に流行ったけど、もっとエッチな歌があってね。エッチな歌があった。エッチな歌。みっちゃんがにんまりして。エッチな歌いいですね。僕に触らせてよくれ、君のお尻いい胸みたいな歌があったんですよ。本当ですか？おまじまじのピンクピクルス。ピンクピクルスあるんじゃないですか？ピンクピクルスというグループを解散した後かなんかに、ピンクレディやった。あれは何だったっけな、涙橋だったっけな、涙橋。なんだっけ。こういうイントロで、キーが合わない。今日も日暮れは東山、雨に打たれるソスイベリー。なんだっけな、もう覚えてないな。誰が名付けた涙橋で、渡った人は帰らないみたいな、まるで浅香真紀かなんかのさ、不思議な橋がに近いような歌詞な意味だ。それもそのなんだか、ピンクピクルスの、それはそのさっちゃきみやこさん、さっちゃきみやこさんか、涙橋っていう。今何時、誰が名付けた涙橋。本当、何が、今日あれあるの、コーナーコーナーサムシンファインコーナーないよ。突然にその今のそのなんでそのサザンが出てくるの。だからだってもう時計持ってないからさ、だってそう30分これを見ろ、これを。でしゅんさんがだってギター弾いてたらだってさ、あ、そこそこ見えないこうやって、しゅんさん女の人みたいにこうやって上にこうやって、ほら女の人だってこう時計こっちにするじゃん昔。ああ、女時計とか、女時計っていうね、そういう風にしてくれれば見えるけどさ、吉田拓郎の歌詞に出てくる。へえ、あ、そうなの、そんな歌詞あったこっちが、あ、そうそう、そういうこと、そういうことあのそれダンヒル、あなたの女時計みたいな。へえ、差別用語、時計はめてるって話。差別用語だぞ。違う、この曲名前何したっけな、何で名前出たのかな。別に大丈夫。さあ、曲名お願いします。皆さん、そうというわけで、そろそろもうすぐ10分ですよ。10分も切ったことだしね、ぴょこちゃんコーナー行きましょうよね。もう今日よく分からないうちに。え、あとリクさんがあったリクさん、マジで決めてんの俺全然。なんでいいや、じゃあペコさんがそこでなんかこれ私に歌わせなさいよぐらいな感じで来てくれる。だからその中でペコちゃんが向こうで今このこんな分厚い歌本をですね、探してですね、何を歌うか今考えてるんですけど、ね、考えてない考えといてくださいね。考えリクエストしたらそっからここから見つけましょうって言ったんだけど、なんかあった、そんなリクエストの歌。いや、それこそどうこかでとかさ、それはもう歌ったかい、ね、潮風のメロディー、潮風のメロディーだった。これ怖い音だ俺が。あ、
じゃあ今からみんながリクエストしたものの中から選びます。選ばれた人たちの中では抽選で、なんかあげたらあげれますよ。多分難しいじゃないか。なんかあげれたらあげます。だから皆さんどんどんリクエストしてください。あのあげるものがあったらあげますから。さあさあ、俺が着古したタンクトップが一番いいかもしれない。いやちょっと無理。あでも俺すごい貴重なの持ってるんだよ。えあのさ、あのなんだっけ、ヒステリックグラマーっていうさ洋服のブランド知ってる？あそこがさデビューしたばっかりだから、まだ原宿とかに1店舗目かなんかできたばっかの子、2店舗目かなんかさ、またこう誰かのアーティストの人の顔があるのかな、そういうのもあるんだけど、そこの本当に一番最初の時のデザインのタンクトップを未だに持ってる。それが一体どういう音楽の話につながるのか。だからそれは楽しみに待ってんやけど、ヒステリックグラマーって結構音楽にも精通してるからね。あこれは何、ああどうでしょうか、ぴょこちゃん、それどう、ぴょこちゃん、あのこのあの、これは今の清志郎の、いきますか、いきますか、じゃあ準備ができたら、はい、じゃあチェンジ、あチェンジじゃなくてね、あの俺がこっち寄るから、このカメラをもうちょっと後ろに引けばいいんだよ。カメラ引けるのかな。そうカメラこと箱ごと、後ろだったらあっちもで、もっとこっちに行ってくれると、いや俺がこっちから、これでここにペコちゃん入るでしょ。雨上がりの夜空にさ、うん、歌詞シーカーがシーナ、うん、それかあれはで後ろにトモピくんじゃないの、あの、うん、なんだっけ、お茶け、ユダユダと、ここにもまた2人ぐらい来てくれてるんですけど、イライラの方たちが、というわけでそのリクエストに今お答えすべく、今ペコちゃんが本を探しているところですよ。なんか今日語れててセクシーじゃないですか。いきなり振ってみたら肩が、ありがとうございます。俺のタンクトップの姿もセクシーだ。いやこの辺、そういえばなんかあのゆらゆらとなんか揺れる二の腕っていうのがあったんやけど、あのコメント、私のことだよ。それは私のことです、ね、誰の二の腕のことかな、全員かなみたいな。私だよ。そんな二の腕話は聞いてないよ。つうか RC サクションがない。ちょっと待って、雨上がりの夜空にで調べなきゃダメなのか。ないないのよ。だからそっちなんか、そっちない、そっち。あ、そう、他の本もちょっと見ないとやばいっすね。雨上がりの夜空に。じゃあ、本話されてね、ひろこちゃん。いやでも本当今日はでもね、本当にそのスローバラードでも OK よって藤川さん、F さんがね、それか大変な思いを今してます。しゅうさん大丈夫大丈夫大丈夫、ね、今日今しゅうさんもいなくなっちゃって、酔っ払いの俺しかいなくても何喋っていいか分かんないんですけど、あったあったあったってあったよ、あったあったあった、ありましたありましたありました、ありました、うん、雨上がり、キー何、デーから始まってますが、でもさ、音声じゃない多分、相変わらず音声とかちゃんと画像とか聞こえてんのかな、なんか途中でほらトラブったりするじゃん、うちら一応ここで振ってるから、ね、なんか OK みたいな、大丈夫、 C、 え、で、でから始まってゆら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 もカモン、ゆらゆらもカモン、いや別に話しいい、自分たちでこの入る、この中に入る感じで見ながらこうね、じゃあ打ち合わせしていいけど、そうそう、はい、やられてエンジンいかれちまった、俺らのポンコツとうとう潰れちまった、どうしたんだ Hey baby、 バッテリーはビンビンだぜ、いつものように決めてぶっ飛ばそうぜ、そりゃひどい乗り方こともあったけど、そんな時をもうお前はしっかり、どうしたんだ Hey hey baby、 機嫌直してくれよ、いつものように決めてぶっ飛ばそうぜ、 Oh どうぞ勝手に振ってくれ、おしゃるまで、いつまで続くのか見せてもらうさ、こんな夜にお前に乗れないなんて、こんな夜に発車できないなんて、こんなこといつまでも長くは続かない、いい加減
しペコさんにも歌ってもらえてよかったですね。かなり本当にこれはあの安牌として歌いますよね、なんかね。まあ比較的そうですね。で最後の時間的に大丈夫なんですか。歌ったことないから、まあとね、2、3分ある。あ、まああるんだ。よかったよかったよかった。もう一曲ぐらい行きますか。いや、ペコさん、ペコさん、リクサトキビ畑で知ってるね。サトキビ畑。ザワは。いや、じゃあいいっすよ。ザワ。いいっすよ。いやザワ。俺がいけるかどうか。いやザワ。よろしく。私もそんなちゃんと覚えてるわけじゃない。今日のみっちゃんの声かでやっぱ散歩が先行ってるよね。なおないなおない。さっきより一歩下がったけど。ね、そうでしょ。今真面目にやったでしょ。衰退してますよ。あ、ない。髪の毛は？ない。じゃあ、また。あった。あった。うん。まあ途中でどうせ切れるから。どうせ切れる。切れるって切れるっていうか、だって私もちゃんと覚えてない。あとどんなあったんですかね。スローな武器にしてくれ。盆中終わった。それだったら歌えるけどね。まあとりあえずまあ、じゃあ来週にする。来週考えますかね。人生は本当はさ誰でも誰でもじゃああったね、うん、はい、はい、でははい、気になるんですか。 F から始まってますね。わかりました。高いかな、わかんないけど。高い、多分高いでしょうね。まあでももういいっすよ。森山良子だからな、うん、じゃあ下げましょう。 D ぐらいにする。はい、うん、じゃあ D ぐらいにしとこうね。ちょっと適当ですよ、本当に皆さん。大丈夫。じゃあ皆さん今あの頭の中で夏の沖縄のね、サトキビがイメージだけをね入れている、そういう、しかも戦争の悲しい歌ですからね。はい。ざわわざわわざわわ広いサトキビ畑はざわわざわわざわわ風が通り抜けるだけ今日も違う、ごめんなさい。高いんですいやちょっと半分下げ、誠に申し訳ない高いだってこの後さ、ごめんね、もう切れると思うけど夏の日差しの中でがもう歌ってる途中で、あ、これ絶対この最後のところ出ねえと思って全然下げた方がいいのかこれはやっぱ来週また持ち越しであれじゃないの、はい、さっきのあのほらザワワとスローな武器とオンチューを来週絶対来週歌います。来週はペコさん特集でも頭からペコさん歌いまくりでいいんじゃないの。何ですか